なんかさ、ビーチ行きたい。皆さんこんにちは、尾形さっきです。今日はですね、もう私は結構 YouTube でなんかいろいろ出かけたりとか遊んでみたりとかしてるんですけど、そんなのはね、そんなキラキラ生活っていうのは一部でしかないんです、私の人生の。なんか SNS とか見てさ、なんでこんなにみんなキラキラ生活してるのに私はなんでかなみたいな、みんな多分共通でなったことあると思うんですけど、今回私のキラキラしてない一面、ずっと家にいる一面を皆さんにお届けできたらなと思います。よろしくね。今日は月曜日です。なので皆さんの大嫌いな月曜日を私と一緒に過ごせていけたらなと思うんですけど、多分この動画出るのは月曜日じゃないんですけど、失礼しました。これは机の跡です、気にしないでください。窓がマジで大きいので、ちょっと日焼け止めをね、塗った方がいいかなと思うので、家にいる日でも日焼け止めを塗ります。なんかさ、家にいる時もさ、可愛くいてたくないみたいな感じなので、うん、ちょっとね、薄めメイクみたいなします。これは日焼け止めです。ファンデーションは塗らないで、日焼け止めと、あとクマがあるとやっぱね、なんかテンション下がる。なんでさ、クマって本当にあるの？なんか需要なくない？よろしくお願いします。日本にいる時はお母さんのご飯食べてるから超健康的になって、なんかスリムになるのね。海外に来たらぷくってするんですよね。どっちの自分も好きなんですけど、自分が好きな体型はやっぱり強い女性が好きなので、私はやっぱ筋肉がちょっとついてたりとか、やっぱそういう女性が好きなのね、私はね。そう、前ねちょっとボツにした動画っていうか、最近体重っていうか数字に本当にすごい囚われちゃってるなっていうので、なんかまあそれは自分のね、体の健康っていうよりもメンタルの健康に良くないなって思っていろいろ喋ってたんだけど、でもマジでよくよく考えたらみんなの価値観じゃんそれって。私がなんか口出しすることでもないからちょっとボツにしたんだけど、可愛くなりたいじゃん、みんな綺麗になりたいじゃん。もうその気持ちがあるだけで可愛いっていうのは本当に当たり前です。本当に皆さん可愛くてゴージャス。やっぱ自分が誰かと比較して私はこうだって落ち込んだりとか、こんなのさ、生きてたらなんかデフォでついてくる感情じゃん。考え方をちょっと変えてみるとハッピーになるかもっていう考え方で言うと、体重の数字が低ければ低いほどステータスみたいな、なんか結構 TikTok のコメントとかで見るんですけど、それは本当に違うって私は思うんです。自分が一番可愛く見えるとか美しく見えるっていう体重、皆さんある上で人によっては大事かなって思うんですけど、だから結構身長体重教えてくださいっていうなんか DM とか来るんだけど、私はそこは気にしてないっていうか、私のモットーは健康で美しくいたいっていうのがあるから、ご飯をちょっと健康なものを食べたりとか、ジャンクフードをちょっと抑えたりとかで自分の人生をよりよくクオリティを上げて生きるかみたいなのに結構こだわるタイプだから、体重とかじゃなくて自分の体調とか見た目だったら筋肉とか、そういうとこを私はこだわってます。本当にこれは私のあれだからこうしろっていうわけではないんだけど、ちょっと伝えたかったポイントです。流してください。すいません。で、私家にいるときは絶対チークをします。なんかやっぱ血色あったときの方がテンション上がるのねイエーイ。で、私は本当に脂質肌、脂性肌なので、油がねすごい本当にウェルカムって感じのお肌なので、絶対に粉をはたきます。はい、で次に最近前髪をねちょっと作ったので、ちょっとだけ整えていきます。髪の毛整えてる間ちょっと恋愛話とかしようかなって感じなんですけど、結構ね質問で、さきちゃんの彼氏ってどんな人なんですかとか、どういう関係ですかとか、彼氏いるのにクラブ行くの最低とか、いろいろねちょっと興味を持ってるのかなって思うので喋ると、私と彼はですね、私の友達の友達だったんですよ、うん、それで知り合って、で彼はもうずっとここカナダに住んでる韓国人の方です。結構クラブについての質問なんですけど、彼はクラブに彼女が行くのは嫌です。やっぱカップルだからさ、クラブって男女が
いる場所だから、そら嫌だよねって感じなんだけど、彼女を制限したくないっていうのは理解の超ある方だなって感じなんですけど、行ったらダメとかしたらダメとかそういうルールはなくって、まあクラブ行く時のルールとしては2人の待ち受け画面にするとか、一応なんかあった時に連絡はまあ返すことっていう約束はしてて、行ったらダメっていうよりも、私は友達と結構遊ぶの好きだから、もうエナジーがやばいからさ、もう何かをしていたいみたいなとこあるので、結構遊びに行ったりとかしたいタイプなんで、そこは制限ないのは本当にありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあそんな感じで恋愛はうまくいっております。いろいろな過去の経験から含め、もう本当に今の恋愛はベスト、本当にいい関係って感じ。飾らない自分でいれる関係ってめっちゃいいなって感じ。結構猫かぶり先生だったりとか、そういう恋愛もしてきたし、なんか男のタイプに合わせたファッション、服とか、自分を持ってない女の時期もあったし、都合いい女にもなってた時期あるし、なんかそういういろんな恋愛をしてきてハッピー、うん、とことん沼ってとことんダメな女になった方がいいかもって思った。作って別れたら面白いよね。普段喋ってない恋愛はね、いい感じということで、はい、こんな感じで髪の毛を整えました。朝絶対コーヒー飲むんですよ。コーヒーね、コーヒー飲んだら絶対歯が黄色くなっちゃうのが嫌なので歯磨きします。えい、だから朝2回歯磨きしますね。I know チャンウォニョン先生が一日の中で寝転ばないって、夜寝る時しか寝転ばないって言ってたのに、長くは持たない。そんなの無理じゃん。ちょっとタンマ、ああ、やることやるな。はい、でまず私はいつも軽くメイクしたり整えてから仕事のメモをしたりアイデア出したり、なんかまあ書く、とりあえずなんか書く習慣しないといけないことだったり、今日のトゥードゥーリストだったりとか、あとまあ仕事のいろいろアイデアとかをノートに書いていきます。いろいろ頭の中を整理したりとか、ちょっとやることリストとかを書きました。ちょっと逆光で申し訳ない。私はもう MBTI がラスト P なんですけども、やることがコロコロ変わる To Do リストを書かないと人生が狂うんですね、本当に。今日は仕事をしてなんかやらないといけないなっていう、なんかふわふわしたまま頭の中に入れてたらネイルとかし始めたりとか、鼻の角栓を抜いて1日が終わるだったりとか、部屋のインテリアを全部変え出したりとか、そういうことになってしまうので、危ない危ない危ない人生。いつもトゥードゥーリストを書くようにしています。カモン、生産的な一日にしたいんですよ。何か得れるもの、知識だったりとか、何かをしないと夜も眠れないみたいな、うん、朝も眠れないみたいな、うん、ことにはなってしまうんですね。なので今からちょっと、まあ、仕事して英語と韓国語の勉強したいと思います。よろしくお願い。ずっとゆっくりしてて、なんか体がめっちゃだるい感じになってて、この気分が最悪なのね。服着替えて髪型も変えて、なんか家いたくないな。なんかさ、ビーチ行きたい。よろしくお願いします。ビーチでみんなとおしゃべりしたいなとか思ってきたんだけど、今日の動画の趣旨がずっと家にいる平凡な一日を Vlog とか言ってたよね。長くは持たない。やばい、ビーチ行きたい。はい、気づいてる方もいるんじゃないかなって思うんですけど、最初に作ったね、トゥードゥーリスト、あと掃除、洗濯、仕事、勉強、ジム、
残ってるんですけど、無計画型人生なのでビーチに行きたくなりました、急に。はい、ということで、私のちょっと計画としては、あのビーチに本当に本当に本当にすごく行きたくなって、家でなんかしてるのもったいないっていう気持ちになっちゃったんですね。英語のね、勉強を今日しようと思ってたんですけど、それが家でしても面白くないから、今からビーチでね、本読むのが結構夢だったんですけど、それを一緒にしようと思って、今から本屋さんに行って英語の本を買って、ビーチに行って英語の本を読みながら、わかんない単語とかいろいろ勉強しようかなっていう感じにします。外に出てきました。もう本当に外に出てよかった。正解です、外に出るの。天気が最高で、このワンピースにした理由が、ちょっと日焼けしたいから、この形にね、日焼けしたいの。だからこんな感じでこのワンピースにしました。まず最初に本屋さんに行きます。天気が最高に気持ちいい。はい、今ねめっちゃ可愛い本屋さんに来ましたので、本を買っていきます。3465. Would you like a bag? No, thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. 本をゲットしました。最後まで読めるかわかんないんですけど、ちょっとまあ挑戦。ってことで、今からビーチに行きたいと思います。楽しみすぎ。でですね、こっからビーチまで30分ぐらいあるんで、タクシーに乗ろっかなって思ったけど、せっかく外に来たし晴れだから、ちょっとまあ運動がてら歩こうと思って、今から30分歩きます。頑張ります。まあ言うてね、 Google マップ様が言うのは結構遅めだと思うので、私は早く歩けると思います。カナダに来てから1年経ったので、めちゃめちゃ感慨深いっていうか、自分がまず海外に住むって思ってなかったから、知らないね国でいっぱい思い出ができて嬉しいです。多分まだ5分の1ぐらいまでしか来てないので、超暑いけどテク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 歩いてます。日焼けを加速させるクリームみたいなの欲しいんだけど、それをちょっと買いに行こうかな。今私が本当に昔にここの薬局みたいなところで動画撮ったんですけど、1年ぶりに来ました。嬉しいです。やばい、超楽しい。なんか一人で過ごす日をこんなに充実してるのが嬉しくて、今一人で盛り上がってます。なんか今私が欲しいのはカラフルなアイシャドウ欲しいなっていうのと、それとあとそのクリーム。よろしく。 Try it? Yes. Can I? Oh, yes. Oh. Yeah, point price. No. Okay, credit. Thank you so much. You look like you. Oh, S-A-K-I-I. Have a good one. Bye. 買い物が終わりました。日焼けのクリームはゲットできて、アイシャドウを買ってみましたので、後で試します。なんかいろんな形のビルが多くて、めっちゃビルが多いんですけど、日本みたいに会社とかじゃなくてマンションです。一人夏の海を見つめて思い出、夏だ。夏の匂いが嬉しすぎて、何もなくてもニコニコしちゃう。ワク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 、楽しい。歩いてるだけで一人でもこんなに楽しいって、自分成長した。本当に学校とかも絶対一緒にトイレ行こうねみたいな感じだったのに、この行ったところに海が見えてきました。なんかなんでこんなに気分がいいのかなって思ったら、イヤホンしてないからっていうのあるかもしれない。どういうことって感じだと思うんですけど、耳も息吸ってる気すんの、マジで。なんか行き詰まった気になっちゃうんだけど、耳が何もついてないから、め
ちゃ気分いいんだけど最高。バイバイ。はじめまして。にゃんにゃん。逃げてった。ハロー。海が見えました。ハロー。鳥たちがめっちゃ可愛い。今ビーチに着きました。超眩しい。ちょっとサングラスかけていいですか。すいません。あ、目開ける。ちょっとさっきの購入品紹介こんなとこでみんなね日焼けをしに来ております。夏ですね。あ、はや。さっき買ったものこちら、アベンヌの日焼けをするクリーム。ちょっとこれ塗ってみよう。これを塗ると日焼けをするっていうことで合ってますよね。うーで、ここのね、このラインを作りたいので、その辺を重点的に塗っていく。あとね、さっき本も変えたし、ちょっとやっぱ動画、サングラス外した方がいいかな。あとね、レボリューションっていうとこのアイパレット、アイシャドウパレット買いました。いろんなアイシャドウを使うの可愛いな、みたいな。カラー塗るの可愛いなって気づいたので、買いました。さあ、どんな色でしょう。え、待って、可愛すぎ。目の前海こんな感じ。何色がいい？紫？グリーン？かわいすぎなんだけど。嬉しい、やばい、嬉しい。さあさあ、ちょっと最高ですよ。やば。自分でね、フットネイルをしたんですよ。じゃーん。パープル。この素足で触るさ、砂の感じ最高。あー気持ちいい。今から本読んでいきます。新しい挑戦。今ちょっとチルして本読んだりとか、まあ日焼けしたかわかんないんですけど、めっちゃいい時間を過ごせました。もう何この平和な街って感じ。どこにでもカナダグースがいます。かわいい。ハロー。何してるの。ご飯食べてるの。ただいま電話に出られ。かわいい。こっちの方がいいかも。髪の毛、さっきまでここにいました。はい、ということでちょっと無計画人生すぎる Vlog 見てくれてありがとうございました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。